はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、来年の秋ですね、2023年度後期朝ドラとなります、第109作のブギウギの方ですね。こちらのヒロイン役の方が決定したようですので、そちらの方を早速紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。朝ドラブギウギは戦後の大スターでブギの女王と呼ばれた笠木静子さんがモチーフとなっております。波乱万丈な笠木静子さんの半生をヒロイン花田鈴子として描かれるようですね。今回ヒロイン花田鈴子役に選ばれたのは趣里さんですね。2471人からご応募いただいたオーディションから選ばれましたということで、趣里さんおめでとうございます。私ちょっと知らなかったですね、すいません。はい、はい、それでは趣里さんについて簡単に触れていきたいと思います。家族が俳優エリートだというところですね。お父さんは俳優の水谷豊さん、お母さんは元キャンディーズで現在女優業をされている伊藤蘭さんで、一人娘さんだったということのようですね。1990年9月21日生まれということで、現在32歳でいらっしゃると。そしてバレエ一色の生活だったようですね。4歳からクラシックバレエを習い始め、6歳で初舞台に立ち、小5で憧れのくるみ割り人形の主役クララ役を演じ、この頃から本格的にバレリーナを目指すようになったようです。しかしそこで挫折があったわけですね。イギリスへバレエ留学するものの、度重なる怪我に遭遇し、医師から前みたいには踊れないと告げられ、治療のために帰国し、バレリーナへの夢を断念することになるようです。はい、そこで女優業に転身するわけですが、そのきっかけになったのが、軽い気持ちで参加した塩谷俊さん主催の演技学校アクターズクリニックのレッスンで演技の面白さに目覚められたようです。俳優二世となることから生半可な覚悟ではできないという重圧も趣里さんは感じていたようですが、そんな中、塩谷俊さんの強い後押しによって女優を目指すことになったようです。はい、それでは彼女の出演歴ですが、映画は20作以上に出演されておられます。特筆すべきは主演を務めた映画「生きているだけで愛」2006年制作で、第33回高崎映画祭最優秀主演女優賞や第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞されておられます。ドラマも40作以上に出演されていらっしゃいますね。例えば2016年の前期作品朝ドラトト姉ちゃんでは、あなたの暮らし出版の社員大塚すみ子役を演じておられたようです。民放でのドラマを数々こなされています。私が印象に残っているのは2020年の7月期ドラマですね。私の家政婦渚さんで、田部美香子さん演じるヒロイン相原芽衣の妹福田優衣役を講演されていらっしゃったのが印象に残っています。出演本数も十分多く、脇役もこなせる実力派女優さんではないでしょうか。はい、それでは今後の朝ドラスケジュールとヒロイン予想は当たったのか外れたのか、そういったことについて触れて終わりたいと思います。現在放送されています2022年度後期朝ドラ、ヒロインは福原遥さん、物語は女性パイロットを目指すヒロインということで、フィクションですね。これが終わりますとですね、来年の春から2023年度前期作品ランマンが放送開始となります。主人公役を神木隆之介さん、ヒロイン役を浜辺美波さんが演じられます。物語は植物学の父と呼ばれた牧野富太郎さんがモチーフとなった
史実に基づくドラマとなっております。この後にブギウギが放送されるということで、2連続ともですね、モチーフのいるドラマとなっています。そしてブギウギのヒロイン役として声が多かったのが小芝風花さんや伊藤沙莉さんだったわけですが、これが思い切り外れましたね。はい、はい、本日2022年10月17日に NHK 公式トップより来年の秋ですね、2023年度後期朝ドラ作品ブギウギのヒロイン役に趣里さんがオーディションで選ばれたことを紹介してきました。そして趣里さんについてどういった方なのか簡単に触れてきました。ブギの女王と呼ばれた笠置静子さんがモチーフになっている作品ということで、史実に基づく朝ドラは非常に見応えがありますので、期待して待ちたいと思います。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。私現在舞い上がれの予告解説をしておりますので、興味のある方はご覧いただければ嬉しいです。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。